どうもエルザです。それではクラッシュバンディクーをやっていきたいと思います。さてやっていこうか。モスキート沼の何日か前ということで、ドジウラサーフィンですね。一応どっちもできるんだけど、普通にやっていこうかな。さあ早速 TNT でね、動画撮影してて、いろいろ見直してたんだけど、ちょっとね、なんか、ここ最近、なんやかんやカラーダイヤが見つからなかったのを気にしてて、ほう。あるね。めっちゃあるじゃん、あそこ、カラーダイヤ。これなんか書いてない？ここ画面の明るさ的にあれか。ま、やってみよう。あーで、これに乗るといけないってことか。こういうことだね。はあ、やっちまった。まあ、こんなもんよね。クラッシュはね。いやー。ちょっと、初のカラーダイヤ欲しいね。で、あとは乗って普通に行けばいい感じか。イエーイ、カラーダイヤゲット。あ、あーは、あーは、これはそういうことかだよね。多分ブロック戻しとかないといけないから、残しとかないと無理なんだ。ちょっと難しいんだよね。よし。で、戻ってこれたけど、これでやられたらっていうところか。相変わらず飲み込まれたらおしまいなんだけど、取れないね。際どいな。一回叩こう。これね、ジャンプができないからね。ああ、はあ、え、あ、ここで取らないといけないやろ。え、ちょっと待った、もしかして、ジャンプできないもんね。多分、うん、多分1個も逃してるけど、そもそも、いや、わかんねえな。まあ、リンゴだけしっかり取っておこう。まあ、カラーダイヤゲットできただけね。
て、これで大丈夫。やっぱ1週間空くとむずいね。さあチェックポイント、あ、やらかした感があるね。はい、ですよね。こう、こう、よし、やめよう。もうこれはやめよう。なんか嫌な予感しかしない。すでにもう一個取りこぼしてるからね。クリアクリア。そうだね、 箱はね、なんだかんだカラータイヤがないとダメだから、3回だね、3回でクリアするっていうのを意識した方がいいのかもしれないね。まあ、ただリンゴは欲しいんで、これ以上は完璧できないのがきついんだよな。おーおーおーおお。まあそうなるよね。あ、今ここあったね。この中あったね今ね。いいな、このゲームは。はっ。ちょっやばいな。もう10回でしょ。嬉しいな。なんだろうね、ハマったらドハマりするんだよね、クラッシュね。やってて毎回思うけど、カットされるんだろうね。こんだけやられてるとね、カットするんだろうな。はい、と、どんの、1、2、3、うん、マジか。あ、いや、仕方ない。仕方すればいいのか。お、なんか来たね。嫌な予感しかしねえな。だよね。
今のは何？あ、あーそういう感じっすか。無敵がめっちゃ邪魔してくるんだけど。あーいけない。アドさん、まださっき行くの？めちゃくちゃハイヒットな。そうだよね、秘密のダイヤ手に入れてないんだよね。まあ、いっか、ダイヤ欲しいけど、とりあえず。おーおーおお、あれ、なんか俺嫌な予感がするな。これだって左側に道があるってことは普通に行けるってことだよね。あ、あ、クラッシュがいた。あれってことは偽クラッシュ出るの？あ、いたよね、なんかいたよね。あ、よかった、ギリ。まあ行こう。普通に難しかった、ここ。カラーダイヤは秘密じゃないんだ。よし、次。今何時だい？確かめないとね。クラッシュ、ここ、ほれほれ、カプナワばあちゃんにチューしとくれ。へへへへ、うちょん、そんな顔しないとくれよ。時間のマスクだからね、なんだって見えるのさ。そしてなんでも知ってる。近い将来あんたたちに思いがけないことが起こるよ。ものすごく近い未来に人生が変わるようなすっごい暑さ。もうその辺にしてくれ、死に方まで聞かされそうだ。おいや、そこいらにいるマスクを食べる化け物について知りたくないのかい？行きたくないならいいけどね。さあ、新マスク登場だね。じゃあ手伝おうか。さ、リンゴも出てきた。とりあえず先行こう。見た目も変えようか。さあ、11次元、1954年と凍える港町、やっていきましょう。バンディクよ、過去へ飛ばされたおかげでお前をギタギタにする計画が立てられたのだ。山の上で待っているぞ。途中で凍えるなよ。なあ、ずいぶんと恨まれてるみたいだけど、さっきのおっさんを何回ぶっ飛ばしたんだ？3。本当に3回？うん、そうは見えないけど。そうだね、一応5とかあるんだけど、3の後っていう設定だからね、3回なんだよな。ほう。マジか。うわー、嫌だなこのマップ。相当長い間できる感じか。いや、そうでもないか。
いやなんとも嫌な感じだな、この滑る感じとか懐かしいね。2とかそのあたり思い出すの、この感じ。あーダメ、あー滑る上にこれか、嫌いだなこれ嫌いだな。の爆発も遅らせることはできるわけだね。クラッシュは1を5まであって、で、なんて言ったらいいかな、まあマリオみたいにカーレース系もあるんで、何作品出てるかな、種類で言ったら10作品ぐらいあるけど、ストーリーとしては5作品。今回は特に時系列がね3の後の話なんだけど、今4のおー4はね今次元が2つあるんで、それはブロックじゃないのか。だね、よし。おお。やっとだよ。ないね。で、あるのよね、あそこに箱がね。あるんだけどさ。入れない。マジか。ああ。いやー甘いねー。ああ悔しいな。
行けたね。マジか。また大変なことを。うわーこれやめとこ。ああ、泊まりに一回もしなくか。お、秘密のダイヤゲット。氷漬けになってるね。あのペンギンなんか見たことあるんだけどな。過去作だっけ。サンナ見た気がするんだよね。あるよね。よし、これは見えた。ただ戻るのがきついですね。ほうほう。で次、早いな。危ないこれはダメだ。はい。あーってことはもう一回こっちか。あるんだよね。あれ意外と。だね、意外とね。あ、これはやばい。次は距離があると。はい、で、オッケー。あと40個ぐらい。あー、浮く息か。一番辛いんだよな。よし。で、で、オッケー。おい、ちょっと待った。時間止めれると思って普通に行ってしまった。ギリギリ攻めすぎた。
ああ、そういう動き方なんだ。船が来るタイミングで、さあもうちょいでゴールだとは思うんだけど、もうないよね、さすがにね。だいぶきついね、滝の裏ね。あー、いやらしいところ置くな。いや、6個だね。ほい、あと2個、あと2個か。いや、秘密はゲットしたけどむずいな。これあと何ステージぐらいあるんだろうね。結構、まあ、コルテックスが出てきたから中盤ぐらいはいけたかなと思ってるんだけど。いやー、そうでもないか。まだまだか。はい、ということで、9話目はここまでにしたいなと思います。ライブ見てる方は引き続き、動画見てる方はここまでとなります。はー、むずい。見捨てしかしてないのに、全くだね。はい、ということでここでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またね。